はい、10月9日土曜日3日目の朝です。昨日は、みんな島で泳いで風が強かったので、流され気味で体が痛いです。では朝です。あれですね、今日もあれも行こうかな。何があったかな。ヨガみたいな人が今日はですね、アワトマンビーチに行きます。この前に死ぬ銅板で景色を見るということに気がつきます。それから帰ってきてからグランドショットで梅汁かな。はい、ね。
あ、そこに行って。はい。何食う？なんかお前が多いよ。関係ない。男は黙ってない。出て出たよ。バンタへ行ってから、どこや？大泊ビーチ。大泊ビーチ。シュノーケリングします。シュノーケルします。で、そこからガジマル食堂。骨汁食べて。骨汁をとりあえず10時に予約して食べると。うん、はい、以上。バイバイ。無事に完了しました。はいはい。はいはい。はい。さ
遠くねって言ってもらいました。皆さん10時に電話してください。ガジュマルの、ガジュマル食堂モネジルです。さあ、海中道路です。
水道管工事、うん、行ってるんですかね、うん、よいしょ、すごい怖い、怖くはないよ、普通に舗装されてる道だからね。およそ 2km 先、目的地周辺です。この道で 2km ってまあまあ行くね。マジか、走ってた、そういえばマングース見たんです。どうぞ。
この、これは何？何見てる？わからん、サトウキビ。サトウキビ、やっぱりサトウキビ。これ、いつが出来上がる？わからん、わからん、それがわからんんだな。シヌグドバンタにやってきました。え？いるよ。さあさあ、めちゃめちゃ景色がいいというこの場所。どうでしょうか。おー、来たー、来たよー、来た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 、すごーい。